全8校が集結して間もなく開会式が始まった、会長も言った通り何百人もの観客、それを収容できるだけの大きな会場、順に入場する各学園の生徒たち、押し寄せる歓声。正直言えばさすがの俺もビビった。大観衆がもたらすあまりの熱に。でも、ただそれも最初だけだ。蓋を開けてみればお決まりで退屈な催し。ノエルさんの司会進行、これはウィットに富んでて楽しい。市長の挨拶、長すぎてあくびを噛み殺す。その後もどこそこのお偉いさんとやらが大量に出てきてスピーチスピーチスピーチ、朝礼みたいだ。普通みたいにまっすぐピンと背筋を伸ばしてご清聴とはいかなかった。だがその苦行も終わり、いよいよこの時が来た。エキシビション勝ち抜きとはいえ、勝ち負け抜きとはいえ、俺の初陣だ。一度控え室に戻り、自分の出番を待つ。今は、霊仙と西高の対戦が行われている。蓮介って呼ばれた護衛の男子生徒が戦っているはずだ。お嬢様と他のメンバーは、なんと帰った。ひどい。信じられねえ。エキシビションには大して興味ないってか。俺はあるのに。いずれぶち当たるライバルだ。どんな戦い方をするのか見ておきたかったんだが、残念ながら外出にモニターはなく、ノエルさんの実況がスピーカーから届くのみ。盛り上がっているのはわかるが、いまいち把握しきれないな。まあ他人のことを気にしている暇は俺にはないのかもしれないが、なんかヤンキーと当たりそうやな。ヤンキーと当たり、あ、でも西高がヤンキーか。だから、オタクか、オタクっぽいな。まさか、暁と当たるとはな。そっちか。マジか。会長が俺のそばで足を止め、壁にもたれる。視線の先には俺が対戦する相手。暁学園2年、吉岡伊織。知ってますって聞くまでもないか。ああ。去年。私が敗北した相手だ。会長で負けたんだ。てっきり会長同士で負けたんかと思った。向こう1年生やろ。会長が驚いた。あいつが会長を任した。目がいい吉岡が笑みを浮かべる。微笑み返す気にはなれず、そのまま視線を外した。余裕だな。こっちは少し動揺しちまってたのに。吉岡は無個性な鼻のない生徒と言われているが、立ち会った人間にしかわからない不気味さがある。やつは。いや、話したところでどうにもならん。自分の目で確かめるといい。この段階で相対することになるとは、私の判断ミスだったかもしれん。どうしたんです？それほどの相手だってことはわかりますが、弱気はやめてくださいよ。あれだろ、初戦で負けるとやっぱり自信が、なくなるから。本当は勝って自信つけさせたいっていうね、あれがあったんだと思うけど、多分そういうことは予定通りにはいかんかってことやんな。あ、そうだな。萎えさせると思って言ってなかったことがあるんだ。エキシビションのことだ。何です？昨日競馬みたいだと言っただろ。まさにその通りだ。このエキシビションの結果を見て、観客はどの学園にかけるか決める。はあ。ああ、俺たち賭けの対象にもなってるんすか。俗っぽくてうんざりか。今更そんなことは言いませんよ。やると決めた。それは曲げない。そうか。この一戦で多額の金が動く。賭けの倍率が観衆の期待値だ。スポンサーもその数字を気にする。テレビの取り上げ方も変わってくる。
大人の事情などクソくらいだが、スタートダッシュが肝心だ。ここでスポンサーの機嫌を損ねれば今後に関わる。頼んだぞ、マミヤ。俺を信じて大役を任せてくれたんだ。仇はしっかり打ちますよ。ああ、そう信じている。俺の肩を会長が強く、叩く。同時に控え室の扉が開き、スタッフが入ってきた。そして俺と吉岡の名前が呼ばれる。出番か。行ってこい。うっす。当時さん、ご武運を。おう。先輩、なんかあれです、あれが決め手です。わかんねえ。まあ任せろ。キリュウはスマホでメッセージを送ろうか自分の口で言おうか、おろおろ行ってくると微笑んで出入り口に向かった。よう、はじめまして。どうも。スタッフの前で吉岡と並ぶ。これから対戦しようって二人を一緒にご案内ってどうなのかね。いやいや、サッカーとかでもそうだから仕方ないやん。てかこいつ獲物はと、懐にいたスマホが震えた。画面には桐生からのメッセージ。頑張ってね、応援してる。かわいい。珍しく顔文字なし、根気の応援ありがたい。預けておかなくて大丈夫かい？落としてしまうかもしれないよ。ご忠告どうも。確かにそうだ、桐生。桐生にスマホを投げる。見事キャッチ。預かっておいてくれ、行ってくる。キリュウがコクコクとうなずいたのを確認して、スタッフの案内に従い控え室を出た。さーて、頑張りますか。ちゃんとフラグ立ててるよ。エキシビション第3回戦、生徒たちの入場です。西、白虎の方角。街にふらりと現れ、瞬く間に生徒会役員の座を勝ち取った疾風の転校生、オーブ学園。当時、マミヤ。疾風の転校生って大げさだな。ノエルさんのアナウンスとともに入場。すでに前の2試合で会場もかなり温まっている。歓声の大きさが開会式の日じゃない。やばい、俺少し照れてる。ちょっとおごってるな。東、青龍の方角。前年度覇者の実力を見せつけるか。汗一つ流さずバトルを制した笑顔の貴公子、暁学館イオリ、吉岡。あ、刀持ってる。向こうも刀なんだ。なんか刀にしては、なんかでかくね。ツバル。じゃあ、鞘か。鞘がでかくね。対して吉岡は平然と入場。笑顔も貴公子ね。そんなぬるい奴には見えねえかな。くしくも、前年度最終バトルと同カードとなりました。暁学館とオーブ学園の注目の一戦、これは済ませましたか。瞬きも厳禁。それでは両者中央へ。指示に従って進み、互いの間合いギリギリ外に立つ。なんか不思議な感じだな。当然といえば当然だが、稽古とは全く違う感覚だ。初めてにしては落ち着いてるね。自然な調子で吉岡が俺に話しかける。歓声でうるさいのによく通る声だ。テレビカメラも来てるだろう。見ないようにしてる。舞い上がっちまうから。そういうタイプには見えないけどね。ああ、そうだ。戦う前に一つだけ。あん？開会式前に、うちの生徒が迷惑かけてたみたいだね。見てたよ。あ、あれか。開会式前って。あいつら暁の生徒だったのかい。うちの軍師様が手を回していたみたいでね。警戒が薄いうちに戦力を削っておこうって。軍師？もう一人の女か。大阪マリサさんって言うんだ。そのうち紹介するよ。必要ねえよ。そういうことするやつは好かねえな。そうだね。でも、僕は君という存在を知れてよかったと思ってる。居合を使うのかな。気迫だけでうちの生徒たちを引かせた。興味があるよ、君の技に。今から教えてやるさ。
手加減できねえから覚悟しろよ。うん、よろしくね。楽しみだ。吉岡の刀を持つ手に力がこもる。俺と同じ剣士ならばなおさら負けられない。それではエキシビション第3回戦。浅く深呼吸をし、腰を落とし構える。さあ行くぜ。ゲットレディー。多分終わるやろ。見せてもらうよ、君の技を。上等だ、かかってきな。はい。吉岡との間合いを測りながら、スカに右手をかけて出方を伺う。試合開始の合図が告げられたにもかかわらず、奴は悠然と構えたまま微動だにしない。抜かねえの？無言のままじっと見つめてくる。何考えてんだか。人たち入れてみるか迷うところだが、先駆けは性に合わない。それでも立ち止まっているだけで、じりじりと喉奥がひりつくような、得体の知れない焦燥に駆られる。抜いた。一歩踏み出したその直後だった。吉岡は塚に手を伸ばして抜刀するか、するや、脇目も振らず失踪する。たちまち会場にどよめきが湧いた。早いね。しなやかな腕が前方に弾かれた。突き上がる刃が左肩をかすめる。回避間際に抜き放った刀が虚空を裂く。吉岡は腰を落とし背後に回ると間髪入れずに切り上げた。自損じるとは思わなかったが、驚いている場合ではない。迫る強がを受け流して、即座に袈裟斬りを仕掛ける。吉岡は上体を反らしてかわすと、軸足を旋回させて横一線。突き立てた刃で斬撃を受け、抜きざまに飛び去る。両方ともに正眼で相対する。俺は唇を噛みしめ、苛立ちを押し殺す。対する吉岡は顔色一つ変えないまま口元を緩めた。距離を詰めて正面から切り下ろす。かすりもしない。読まれているのだから当然か。俺は返す刀で踏み込み、連撃を叩き込んだ。奴は手を出すことなく、どれも紙一重でかわしていく。こうか？そうつぶやいて吉岡が切り込んでくる。俺は構うことなく斬撃を放った。火花が散り、腕に鈍い衝撃が走る。刀が重なり合い、しのぎを削る。何笑ってやがる。気にしてる場合かな。言われなくても。にしても妙な気分だ。立ち筋が変わったか。間合い、フットワーク、呼吸のリズム、玉金の噛み合う音、あまりにしっくりくる。何よりこの刀さばきはコピーするんかな、自分の。さあどうする。お前もっと遊ぼう。気づけば振りかぶった獲物をあらん限りの力で真横から叩きつけていた。試してるつもりかよ。刀がしなりを上げて刀身に絡みつく。吉岡が見つめてくる。相も変わらず何食わぬ顔で。これは立ちどころに血が昇り、矛先の走るままに刀を振るった。さらに早く、反撃の余地すら与えぬように。そして行かれた。タイムアウト。それまで。試合終了の合図とともに観客の興奮の波が一気に押し寄せる。だがそれに応える余裕はなかった。こいつ予想以上だ。驚いたよ。言ってくれるぜ。この結果を誰が予想したでしょうか。まさかの引き分け。転校生間宮投手君、その実力を私たちに見せつけてくれました。なんでよ、こっちは8割ぐらいで必死にやっとったのに向こう2割ぐらいやん。見事さばき切った吉岡伊織君も見事。
健闘した二人に盛大な拍手を。さあ退場だ。先に戻っているよ。鳴りやまぬ拍手。遠ざかる吉岡の背中、幼虫にくすぶった火。奥歯を噛みしめ、俺も君椅子を返す。くそ、完全に計られとったな。先輩、当時さん。控室に戻ってすぐみんなが出迎えてくれた。すごいじゃないですか。これはもはや勝利に等しいですよ。前年度の覇者と互角なんて。ええ、これで勢いがつきました。すごいです、当時さん。お疲れ。これ、携帯。ああ、スマホを受け取る。弾みで握った手を、壁に思い切り叩きつけた。怒りが収まらなかった。当時さん、あの野郎、手加減してやがった。おまけに俺の技まで盗みやがった。あの足さばきは、立ち筋は間違いなく俺のものだ。じいちゃんから教わったものだ。それを一度見ただけで平然とコピーしやがった。何が引き分けだ、喜べるかよ。ここまでコケにされたのは初めてだぜ。お前が何を考えているかはわかる。去年その屈辱を私も味わった。会長、俺にも個人的な戦う理由ってやつがやっとできましたよ。吉岡伊織、この借りいつか必ず返す。ああ、ここにいる全員で返すぞ。その怒りしっかりと胸に秘めておけ。寮に戻るぞ。予選については明日話す。今日はゆっくり休め。はい。会場を後にし、振り返らず進んだ。明日からバトルが始まる。俺の偉人は結果としては上々だろう。だが決して納得のいくものではなかった。いい刺激になったぜ。バトルの中でより一層技を研磨する。自分自身を鍛え直す。次はこうはいかねえぞ、吉岡。めちゃくちゃだな、すごいな。疲れた。僕たちも帰りましょうか。今日は楽しかったですね。待ちなさい。何です先輩。なぜ本気を出さなかったの。心外だな。ちゃんとやってましたよ。見えすいたこと。出たいと言ったのはあなたでしょ。あの男と戦いたいと。そうですよ、目的は果たした。やっぱり僕の目に狂いはありませんでしたよ。彼ならいい遊び相手になってくれそうです。遊び相手ってあなたね。よせ。でも火花。火花。構わん、好きにさせておけ。もう。ほんと先輩は口うるさいんだから。黙れ。はいはい。去年は退屈だったけど、今年のバトルは楽しくなりそうだ。また遊ぼうね、間宮くん。